1907年式、オリジナルシルバーゴーストアックス2 0 1同社は過酷なテストに耐え、ロールスロイスの名声を確立した。2004年、ロールスロイス発祥の地となった、ミッドランドホテルのイベントにて撮影シルバーゴーストは、1906年から1925年にかけて、イギリスのロールスロイスが製造、販売した大型高級乗用自動車、40、 50HP がアタシャの相性。シルバーゴースト用に開発された直列6気筒サイドバルブエンジン全体のメカニズムは発表された1906年の時点でも決して最新鋭とは言えなかったが材質と工作精度は極めて高い水準であり特にシャーシ各部分の潤滑、バランスについて入念な配慮がなされていた。車名 4050HP は 当時のイギリスの法律による課税馬力 40hp 級と未馬力 50hp を併記する第二次世界大戦以前のイギリス車に多く見られたクラス表示である。後年実出力は 70hp かそれ以上に強化されたもののロールスロイスがエンジンの実出力を公開しなくなったため正確には不明になっている。40、50hp のネームは 大型ロールスロイスのクラスを表すものとして、後継モデルで実質力がはるかに強化されたファントム2にも踏襲されている。当時の自動車専門誌にエンジンの存在を感じることはなく、8日巻きの時計よりも静粛であると評されるほど極めて静粛な走りを実現し、最高速度は時速65マイル以上に達し、高い信頼性を持っていたが、 コストがかかる製造法ゆえに前モデル 30HP の倍以上である1000ポンドに近い価格になり、発売3ヶ月で販売わずかに8台であった。しかし2000マイルスコティッシュトライアルへの参加等で、その価値を証明して、ユーザーからの高い評価を得、ロールスロイスの名声を確立した。ロールスロイスの創業者の一人、フレデリック・ヘンリー・ロイスによって開発された初期、 ロールスロイス4車種は直列に気筒サイドバルブ 2000cc エンジン搭載の 10hp の設計をベースに気筒数を追加していく手法でバリエーションが展開されたものであったがこの系統で1905年に開発された6気筒 6000cc エンジンを搭載した 30hp 車は長い6気筒エンジンに2気筒型そのままの太さのクランクシャフトを用いていたことがあだとなり強度不足で 微妙ながら振動が発生する欠陥が生じた。これを克服するため、ロイズは設計を一新した改良型六気筒モデルの開発に着手した。目標はメカニズムの面で冒険せず、熟成された優秀なデザインに吟味した素材と正確な加工を合わせて信頼性を実現した上、最良のガソリンエンジン車が持っていた活発な走行性に最良の蒸気車に 固有のスタミナと最良の電気自動車が持っていた静粛性と柔軟性を兼ね備えさせることであった。開発は1906年夏から冬にかけて行われた。試作車が完成するとロイスはしばしばベア車子に乗って帰宅し、週末に過酷な走行テストを実施した。この新型車開発におけるロイスの完璧主義を示す逸話として次の事例がある。 ある週末のテストでエンジンブロックが割れた際、ロイスは月曜の朝に徒歩で工場に出勤、シリンダーブロック加工場に来るや、そこにあった13個のエンジンブロックを14ポンドハンガーを振るって片端から叩き壊した。そして断面を司祭に点検し、駐造時の中後の位置がずれていたことを突き止めると、即座に的確な解決策を指示して立ち去ったという。 全モデルの 30HP より堅実だがむしろ保守的であった。直列6気筒エンジンは強度が確保され完全にバランスを取った状態で完成されていて 30HP 車での強度不足問題をクリアした。キャブレターは1907年にロイスが設計した進歩的なニステージ式であり、調整は微妙で真鍮のプレートに ロールスロイス社に相談することなく調整してはならないと書いてあるが低速、高速のいずれにも対応しかつ長期間にわたって調整不要であり1934年までそのまますべてのロールスロイス車両に使用された 30HP ではインテークバルブがオフとなる回ヘッドだったが40、50HP ではインアウトともサイドバルブに変更されたバルブ駆動系周りには 消音対策を施し、クランクシャフトのメインベアリングは7ベアリング式で、当初なるダンバーを装備していた。出力より低速トルクと耐久性を重視し、圧縮比は3.2と、当時としても極めて低かった。完全スクエアの内径工程ファイ4.5イン4.5インで、排気量 7036cc。クランクシャフトは単造スチール製、ワンピースで、総ポリッシュ仕上げがされていた。 トランスミッションは、エンジンとは分離され、前席の下にあって短いシャフトで、エンジンと接続されている。高速巡航を考慮し、従来の3速直結型にオーバードライブを加え、当時としては、多段の4速 MT とされた。シンクロナイザー実用化以前の変速機であるが、入念にギアが磨かれていたため、タイミングさえ合わせればギアはローでも、無音で入ったという。ファイナルドライブのギアは、 従来のベベルギアをスパイラルベベルギアに変更し、さらに滑らかな走行が可能になった。点火系はバッテリーコイルをメイン、マグネ灯がサブの二重系統となった。車種はテーパーボルトを使って頑丈に組み立てられ、ほとんど緩みが起きなかった。後車軸とディファレンシャルケースは現代の大型トラック並みの重厚な作りで多数の 小さなボルトで厳重に固定されている。これらの徹底した対策によって過剰なほどの丈夫さが確保され、ロールスロイスは1914年のカタログに3年保証する旨記載している。40、50HP は1906年11月のロンドンオリンピア賞にてデビューしたが、販売台数は3ヶ月でわずかに8台と振るわず、新参メーカーであったロールスロイスにとって、 販売戦略の構築が課題となった。スコティッシュトライアルに挑むオリジナルシルバーゴーストアックス201。1907年6月撮影1907年、王立自動車クラブの主催でスコットランドで2000マイルスコティッシュトライアルが開催されることになった。そこでこれを機にロールスロイス車種で自身レーシングドライバーでもあったチャールズ・ロールズらはトライアル参加を兼ねた40。 50HP の耐久テストを目論んだ。テスト車となった40、50HP 型は、製造順12番目、シャーシナンバー6551、ナンバープレート、アックス201。バーカー製オープンボディは1907年3月、初めに仮装されたもので当初は、緑色だったが、ロールスロイスのマネージャー、クロード・ジョンソンの特注で銀色に塗り替えられ、 通常ニッケルメッキのラジエーターシュラウドや、ウィンドシールドフレーム、ヘッドライトを銀メッキに変更して仕上げられ、極めて静粛なエンジン音とその姿から、シルバーゴーストと名付けられた。1907年6月21日に、ロンドンを自走で出発したシルバーゴースト号は、24日から5日間に、わたって、スコティッシュトライアルに参加、チャールズ・ロールズたちの運転で2000マイルを走破して、 速度や信頼性、燃費を総合評価され、金賞を獲得した。その間のトラブルは、走行中の振動で燃料コックが閉じてエンストしたという一回のみであった。その後、7月1日からロールズ、ジョンソン、会社関係者のエリック・プラットフォード及びレジナルド・マクレディラの交代運転で、ラックの係員天井の下と、行動での連続耐久テストが開始された。 テストは、ロンドングラス号往復を、主なコースとして淡々と続いた。燃料補給等や無を得ない理由を除き、ノンストップである。当時の自動車耐久テストにおける最高記録は、シドレーが保有していた1万 1272km で、あり、当初は1万マイル走破が目標だったが、シルバーゴースト号のコンディションが好調なことから、途中から、 ラックの同意の上1万5五千マイルに目標を上げた。この間トラブルは皆無であった。昼夜健康で休みなく過酷な走行を強いられたシルバーゴースト号は8月8日までに14,371マイルを走り切り、ラックの手で分解点検を受けた。その結果判明した部品の消耗は修理代わずかにポンド、2シリングとごくわずかで実用上全く問題はなく。 オイル漏れも起きていなかった。1900年代初頭の自動車としては、信じがたいほどの耐久性、信頼性であった。この成功にちなみ、シルバーゴーストは40、50HP 型全体の愛称として用いられることになった。オリジナルの X201 シルバーゴースト号は、幾人かのオーナーの手を経て50万マイル以上を、走破した末、1948年に、 ロールス・ロイスに買い戻され、2016年現在でも走行可能状態で保存されている。1911年には圧縮比を3.2から3.5に上げ、デファレンシャルギアを高速型としたシルバー・ゴーストがロンドン・エディンバラ間をトップギアに固定された状態で走破し、燃費は19.35メートル PG を記録した。そしてそのままブルックランズ・サーキットに向かい、 こちらでは平均78.26マイルパーアワーで周回。これは同クラスのライバルであった6.8リットルネーピア車が出した記録を上回るものであった。この車両のレプリカは1914年からロンドン、エディンバラモデルとして市販された。1913年スイスアルプスで行われたアルパイントライアルではエンジンを70から 75HP にチューニングした。 強化型のシルバーゴーストを3台投入し、1から3位までを独占する成功を収めた。この車両のトランスミッションはレースに適したクロスレシオタイプで変速機は再び4段式となり、トップギアはオーバードライブでなく1.0の直結とされた。このモデルはアルパインイーグルの名で若干が市販されており、シルバーゴーストの中でも最も美しく高性能と言われる。 1909年からオーバードライブが廃止され、当初の4速 MT が3速 MT になった。20世紀初頭当時は自動車の変速操作自体が難しい作業で、可能ならトップギアにシフトしたままエンジンのトルクに任せて低速から高速までアクセル操作だけで運転できるのが望ましい、高級車とされていた。ユーザーは積極的なシフトチェンジを敬遠し、 迎合する多くのメーカーも一般にトップギアでの柔軟性を誇示しがちで、シルバーゴーストもこれに合わせた逮捕を余儀なくされたものである。また木製スポーク放射型ホイールのみだったが、ワイヤースポークホイールがオプションとして用意された。1910年、オープンタイプだったプロペラシャフトがトルクチューブドライブ化され、ハンダエンリーフスプリング支持だったリアサスペンションも1、 4カンチレバーリーフへ変更された。エンジンは排気量を 7428cc へ拡大された。1913年からトランスミッションはオーバードライブでない直結式の4速 MT に戻った。1914年にはヘッドライトがアセチレントから電気ライトに変更された。1919年からセルフスターターを標準搭載した。 1921年に木製スポーク放射型ホイールが廃止され、ワイヤースポークホイールのみとなった。ブレーキは元は後輪のみであったが、1923年、スペインのイスパノスイザによって開発された、プロペラシャフト駆動のメカニカルサーボブレーキシステムを搭載して四輪ブレーキか高速域からのブレーキ性能を高めた。このブレーキシステムは、 第二次世界大戦後のロールスロイス各社にまで長く踏襲された。1920年式シルバーゴーストリムジンレースを通じて信頼性を証明したシルバーゴーストは販売面でも好成績を上げロールスロイスは1907年に生産モデルをシルバーゴースト1車種に絞り込んだイギリス国内のみならず海外への輸出にも成功した。当初 世界最高の六気筒車のフレーズで売り出されたが、後には六気筒を除いて、世界最高の自動車と銘打ち、その名に恥じない性能、耐久性を発揮した。第一次世界大戦に際しては、イギリス軍の大型指揮官車として、中型四リッター車のボックスホール、D タイプ二十三六十 h p とともに、欧州、中近東の各地戦場をシック、また、 軽装甲車のベースとしても実績を収めた。シルバーゴーストをベースとするロールスロイス装甲車は生産台数こそ多くなかったが、高い耐久性によって20から30年もの間、第一線で運用された。当時、ロールスロイスを戦場で愛用した者の一人に、アラビアのロレンスことトーマス・エドワード・ロレンス中佐がいる。彼は、晩年、一番欲しいものはとの問いに対し、 シルバーゴースト一台、それに一生分のタイヤをと答えたという逸話がある。第一次世界大戦後も生産は継続され、その極めて高価な価格にもかかわらず、世界各国の王公貴族や富豪が競って購入した。親衛的だった日本皇室も1922年に、フーパーが仮装したリムジン二台を、当時の大正天皇のご両者として輸入。 昭和天皇も1932年にグローサー・アーメルセデスに変えるまでこれを用いていた。日本に何台輸入されたかは定かではないが、エドワード・アルバート・クリスチャン・ジョージが1922年に来日する際、区内省がセール・フレーザー商会を通じて送迎用にオープンツアーラーを輸入。この個体は後に遅くとも1934年までには民間に払い下げられた。 1924年現在の東京市自動車番号表によれば、登録番号210が岩崎小屋田、登録番号218が岩崎久也、登録番号553が E ハンター、登録番号1691が久原久フササブ登録番号4146が H ハンター、登録番号,号5100が徳川寄道、以上6台が記載されており、 この他神戸で富士武が所有していたことが確認されている。第一次世界大戦後アメリカ市場での売れ行きが好調であったため、1920年からはマサチューセッツ州スプリングフィールドに開設されたロールスロイスのアメリカ工場でも生産された。かなりの数の個体が愛好家により保存されており、その中にはボンネットの上に銀貨を建てて、 エンジンをかけても倒れないというテストを、やすやすとパスする個体もあるという。車種があまりに丈夫で、ボディが先に傷んでしまうため、ボディを乗せ替えて使われ、最後には病院車や霊柩車に改装されて使用されることが多く、英国では誰でも一生に一度は、ロールスロイスに乗れるというブラックジョークが生まれるほどで、あったが、さらには古い霊柩車を買って、 再び普通の乗用車ボディをあつらえて仮装する愛好家すら現れた。1925年までの長きにわたり、合計6173台が生産された。当時滅多に存在しなかった、精密な技術と高い工作水準はその後の自動車工業全体に大きな影響を与え、現在の安価で維持が容易な量産車が生まれるきっかけとなった。 後継モデルはシルバーゴーストの基本設計の多くを踏襲しつつ、より強力なオフエンジンを搭載したファントムアイである。2009年、かねてから 200EX の名でコンセプトカーとして出品されていたベイビーロールスがゴーストと命名、市販されることが明らかとなった。84年ぶりにゴーストの名が復活したことになる。写真のみ。 当時のロールスロイスは車種のみで販売しボディはコーチビルダーが作っていた。40、50HP の車種ナンバーは6539から始まり6543は欠番。世界の自動車は14392マイルとする。トランスミッション直後にベベルギアを設けて、プロペラシャフトの回転駆動力を取り出し、専用クラッチ板を介して前後輪の 機械式ブレーキ作動の補助動力とする複雑だが強力なサーボシステム。元はイスパノスイザが1919 19年に発表した大型高級車 H6 バイト用にイスパノスイザの主任技術者マルク・ビルキヒトが公案、搭載したもの。これをスペインのロールスロイス代理店経営者がシルバーゴーストに移植したものをヘンリー・ロイスに見せたことが採用のきっかけになった。 死んだとき、ありがとうございます。